二重母音のおい。二重母音は一つの母音と扱われ、その発音においては最初と最後にある二つの音色とその間のなだらかな移行が音を作り出します。今回の二重母音の最初は日本語のおよりもさらに口を縦に開き、唇をわずかに丸めて出す音、お。そこから以前見た単母音いへと移行します。発音してみましょう。おい。この二重母音が発音される語のパターンはそんなに多くなく、二つのパターンのみです。まずアルファベット OI のスペル部分にこの音が現れる場合、左上から避ける、避ける Avoid、 茹でる、沸く Boil、 選択 Choice、 効果 Coin、 釣り上げる Hoist、 参加する Join、水蒸気、水滴 moisture、 騒音 noise、 石油 oil、 点、刺す point、 土、土壌 soil、 声 voice。 もう一つはアルファベット OY のスペル部分にこの二重母音が現れる場合です。左上から少年 boy、 楽しむ enjoy、楽しみ joy、 貝の種類の柿 oyster、 国王の王室の royal、 大豆 soy、 おもちゃ toy、 船旅旅 voyage。 口を大きく縦に開いて響かせる音 o から口の緊張を解いて発音する音 i へと移行する二重母音 oi。 耳と口で何度も反復練習しましょう。